Hello.今日は2012年7月13日です。今朝メロンと出かけて、ポポを一緒に行ってたからね、送ってあげて、今一緒に帰ってきた。さっきお昼の時間メロン寝ちゃったから、お家に帰ってきて、メロンの専用パスタを。ちょっと遅めだけど食べてます。チノが自分で食べれるようになりました。偉いね。最近のマイブームですが、何海苔が好きです。これは韓国海苔だけど、最初好きだったのは青海苔ね、日本の。で、餌があったらもっと他のものも食べてくれたりする。時々これ飽きましたって恋したら、もっと食べたら乗り上げるって言ったら食べます。これミートソースっていうかチャンキーだけど、多分トマトとパスタといろいろ。ベビースプーンで食べてごらん。さっき混ぜてきてたの。いつも手で食べたら顔とか全部ついてしまうから。今日初めて メロンが髪、トトロのメイちゃんみたいな髪型しました。昼寝したからもうぐちゃぐちゃになったけど、食べて、もう一個食べてから乗り上げる。ここに海苔がまだある。もう一個食べて、パスタ食べて。パスタちゃんとわかるんだよ。本当パスタの方取るからね。偉いね。食べて。じゃあはい、海苔いくつか。下にある茶色のはグラノーラだけど、これ箱が赤い。本当は私の朝食なんだけど、メロンが見て赤っていう、箱が赤だから赤。最初はクランベリー食べてて噛んで、いくつか飲んだことあるんだけど、最近はグラノーラの方、美味しい、甘いから気に入って、自分のチーリオーズを諦めて。チーリオーズも結構ね、おやつのように食べてるよ。これチーリオーズ丸々食べるって言ったら、って言うのね。おいしい海苔。じゃあパスタ食べて、これこぼさないでね。パスタ食べ、お肉食べて。お肉取って、スプーンで見せてごらん。スプーンで食べて。もうちょっと取って。おいしい。はい、もっと取って。はい、Good job! Good girl! 偉いね。じゃあ海苔も一個おご褒美ね。はい、ちょっとやっぱり塩分が高めだからね、海苔気になるけど。海苔おいしい。パスタもおいしいからパスタも食べて。これ海苔だ。足ちゃんと丁寧に座ってね。水も飲んだりする。コップ開いたらね、お皿にかけたりこぼしたりするから、モニターしないときはほらこうやってね、朝チリを食べるときはミルクかけて食べるんだから、それ楽しくてお水もかけたりするようになっちゃってということで、今日のお昼レポートでした。バイバイベイビー。